アーマ・トーマスは、アメリカ合衆国のソウル、R&B シンガー。ルイジアナ州ニューオーリンズを代表するシンガーの一人で、ニューオーリンズのソウルクイーンの愛称でも知られている。1941年2月18日、ルイジアナ州ポンチャトゥーラで生まれる。誕生時の名前は、アーマリーであった。トーマス姓は二番目の夫のものである。1960年、 トミー・リッジリーの紹介で、ロンレーベルと契約。You Can Have My Husband でデビューし、R&B チャート22位のヒットを記録する。しかし、ロンでは長続きはせず、バンディレーベルからシングルル・ックアップをリリースした後、ミニットレーベルと契約する。ここで彼女は、アラン・トゥーさんと出会う。トゥーさんは、彼女のプロデューサーを務め、またいつらいにん。 ルーラー・オブ・マイ・ハートなどの曲を提供したのだった。ミニットで6枚のシングルをリリース後インペリアルがミニットを買収し、以後インペリアル所属となる。インペリアル時代には、ウィッシュ・サム・アウト・ケアが R&B チャート17位を記録するなど、いくつかのヒットが生まれている。また、ローリング・ストーンズがカバーした、タイム・イズ・オン・マイ・サイドをレコーディングしたのもインペリアルでのことで、あった。 1967年、アーマはチェスト契約し、アラバマ州マッスルショールズの有名なフェームスタジオでのレコーディングを行う。3枚のシングルをリリースするもののヒットには恵まれず、チェストの契約は終了する。1969年、ハリケーン・カミールから避難する形でカリフォルニア州へ移住する。70年代の初頭、コティリオン、キャニオンなどのレーベルからシングルを 散発的にリリースし、また1973年にはファンガスレーベルからアルバムインビトウィン・ティアーズをリリースするものの、いずれも商業的には成功を収めることはなかった。1976年に再びニューオーリンズに戻り、メゾンド・ソウル、RCS などからレコードをリリースする。また、80年代に入ると、夫、エミール・ジャクソンと共に、 ニューオーリンズ市内に自身のクラブ、ライオンズ・デンを開店した。長い間、ヒットから遠ざかっていたアーマに転機が訪れたのは1986年。ラウンダーレコードと契約し、アルバム、ザニュー・ルールズをリリースする。以後、好調なペースで同レーベルからアルバムをリリースし続けている。1993年には、初のゴスペルアルバム、ウォーク・アラウンド・ヘイブン。 1998年には、マーシャ・ボール、トレイシー・ネルソンとの共作プロジェクト、シング・イットをリリースするなど、ラウンダーにおいては意欲あふれる作品が多い。1991年のライブ版、ライブ、シンプリー・ザ・ベストでは、初めてグラミー賞にノミネートもされた。2005年、ハリケーン・カトリーナで被災し、自宅と自身のクラブを失ってしまった。しかしながら、 そのような状況下で新作、After the Rain をレコーディングする。同作は2006年のグラミー賞でコンテンポラリー・ブルース賞を見事受賞。アーマにとって初の受賞となった。被災後、アーマはニューオーリンズから避難し、一時的に郊外のゴンザレスに住んでいたが、公式サイトの情報によると2008年現在、ニューオーリンズに戻っている。 ニューオーリンズジャズヘリテジフェスティバルでは2008年の公式ポスターにアーマの図柄を採用した2009年アーマのレコーディングキャリア50周年を記念してラウンダーレコードより新曲3曲を含む編集版ザ・ソウル・クイーン・オブ・ニューオーリンズ5 0スアニバーサリーセレブレーションがリリースとなったアーマの来日公演は下記の通り行われている ありがとうございます。